今回は、女体化ナース剣弱に対するネットの反応を紹介します。ネタバレ注意原作最新話第242話のネタバレが含まれています。女体化ナース好き？きっしょ、なんでそこそこありなんだよ。塩顔のイケメンがナース服女装すると面白いからな。相手が何やっても面白い塩顔イケメンなら、相手にネタをやらせる。トレンド入りしてて何事かと思ったけど月曜朝からこれ見せられる下等婦以外の婦女子もかわいそう。下等ボディ出し男じゃねえの。顔の輪郭も細めだし喉仏もないし多分ボディもナースですねねこれは。DS した方が面白いと思えばできるのがこの術式だ。これ以上もて遊ぶな。下等様どんだけもて遊ばれるんだよ。いや、下等本人でもやりそうだな。これで CV 桜井か。ボーボボっていうよりロックリー外伝の寸劇みたいってレスで笑った。ネジ兄さんいつも美少女になってたからな。これ本編に取り込んでもいいようなネタなの？こんなのでもじわじわダメージ溜まってたと思うと笑えてくる。ネイルしてるのきっしょ。呪術のキャラの手ってごつくなりやすいのにここは普通にスラッとしてるのなんかいや。骨格的に女装じゃなくてちゃんと TS してるっぽいんだよな。手が綺麗すぎる。毎週俺は一体何を読まされてるんだ？っていうのが続いてるけどここ2週は特にその念が強い。下等はどう思う？死んでる。多分五条と一緒に爆笑してる。五条は地雷が変なとこにあるから、波打ち際で水のかけっこしてるとこで激怒して下等がなだめてるって、婦女子が言ってました。楽しんでるしまあいいかと思って読んでる。下等様をこれ以上もて遊べ。逆にここは男身体のままナース姿してる方がバラエティ的ではあるだろ。物理回りと有効な中で初手トラックをまともに食らわせられるの術式なのが怖い。高場の中でジャカジャカじゃんけんがお笑いとして使えると判断されてるのがダメ30前後でも伝わらないやつもいるからな。わかるけどそれは面白いかなって微妙なライン攻めるのがうまい、うまい。時代背景的にもメロンパンは間違いなく知ってるというか優美と見てるだろうし。なんなら親子でジャカジャカじゃんけんしてる可能性普通にあるのがなんかこう嫌な感じがする。ボンキッキーズなんで知ってるんだよって思ったけど、幼い優美と一緒に見てたんでしょって言われてなるほどってなった。一つだけ確かなことはワタパチ復活したら俺は嬉しい。五条 VS 福名よりはあらゆる意味で面白いから許すが。次回か次々回に終わるならまあまあちょうどいい感じの長さになる気がする。今年もう1ヶ月もないんだけど年内に終わるのこれ？え？年度内に終わるって噂だけど明言されてたっけ？年内じゃなく年度内、まあこれも確定情報ではないけど。下等様はあの世界で心の底から笑えなかったけど剣弱は心の底から大爆笑してるよ。すごい勢いで絵が量産されてて俺は心底困惑した。実力を抜きにしたルールに持ち込むタイプ相手だと手こずるんだろうな。それはそれとして高場自身素で硬い方っぽいんだが。なんでこれでダメージ受けてんの？精神的に。DS を無理やりさせられてるわけだし身体の負荷はやばかったんだろう。先週は高場にひっくり返されて何やら満足しする、メロンパンとかやってもおかしくないような気がしてきたけど、相方として組んで一発かます流れになったから満足しするの高場の方だなこれ。高場が満足したらこれ終わるだろってのが剣弱の読みだからな、どうなるかな。コンビ芸人になるところで満足したら実質洗脳してることになって天元様も取り返せるのか。人間相手は無理だろうけど呪霊ならトラックで引き殺しても笑えるから瞬殺できるの相当強いと思う。あの三流お笑い芸人が一番の脅威なんじゃって半ばネタで言われてたのが無事だったのは笑う。本体メロンパンだから思考にも作用するのはダイレクトにダメージ入るんじゃない。漫才だけやって満足するのかな高場。バラエティとかコント番組もやる気満々だったじゃん。根っこのところは寂しいのが嫌で自分を知ってほしい相方が欲しいだからメロンパンが最高の相方として演じ切ったら満足してしまうと思うよ。いい加減にしろどうもありがとうございました。で一瞬満足した瞬間になんか叩き込む三段とか、最高の漫才やっちゃったら高場は満足しちゃいそうではあるけども。結構いけるって人いてびっくりした。男の快楽も女の快楽も知り尽くしてそうな剣弱はいけるけど下等成分のせいでいけない変な塩梅。肉体ダメージならつくもと戦ってる時も相当ピンチだった。今回は精神的にもダメージある。領域展開して抵抗するとかそんな次元じゃないのが笑う。ここで領域使わないのは自分の領域に自信がないって証拠でしょ。もうええわありがとうございました。で満足させることができるのが唯一の攻略法ってわけか。まあ剣弱の推測なだけで確定じゃないんですけどね。高場だけダメージ無効でメロンパンは普通に蓄積してるの冷静に考えるとずるいどころの話じゃねえな。自分満足した後に横を見たら剣弱死んでたら高場悲しむだろうな。一回メロンパンぶっ殺して相方が欲しいこいつとならもっと受けるでスーパーメロンパン爆誕か。
でも思考が完全にお笑い脳にとかだったらさすがに予想外すぎる。やってよかった締め使い言うわずる太郎、微妙に効果疑ってんじゃないよ。M1 決勝に出るだけで満足する芸人なんているわけねえだろ、理論で負けてしまえ。なんやかんや敵側がどうやって攻略しようって模索する展開は好きだな。火山たちが五条に対処する時とかもそうだけど、こういう展開の時面白いよね。漫才あった結果高場が本当にコンビ組もうぜってなって逆に取り込まれて負ける可能性ありそうで困る。でもまあその方が少な倒すのには適してるからいいか。年度内に終わらせることもできそうだしな。領域展開せずにボーボボワールドを作るな。理屈がボーボボワールドだけどネタの方向性はそこまでボーボボじゃない気がする。ドンパッチみたいな人買いの動きはできないからな。特急呪霊は天之助になった。賢者と仲良くお笑いやる術式なんてもん強いけど、今後どう漫画で扱えばいいのかわかんねえ。メタ的に高場が死んで一回こっきりで終わりすらある気がする。高場の漫才がサブすぎていつまで経っても漫才に満足しない。気づいたら陸眼が高場に映ってて虚数漫才を一世続ける封印エンド。やってよかった死滅回遊。いやでもこのままだと死ぬわ。ズキン、だがこのままでは私は負ける、ズキン。ズキンズキンマジ怖い。お笑いで決着つけてやるってなる時点で抜け出せてないし。スクナダトマコーラやっぱ瞬殺されるやろなこれは。適応してコントしろ。嫌だよこれが受けると理解して全身全霊のボディランゲージで笑い取りに来るマコーラ。おふざけは許さない。なぜなら私はヤツカの剣以下位新章マコラだから。でも即死したら適応できないからな。マコーラは適応するまでにトラック即死食らうかが鍵になるな。適応さえできれば芸人として勝てるはず。やだよトラックに引き殺されるマコーラ、面白すぎるもん。でもそこで殺せないと適応してくるよ。マコラの後出しじゃんけんと高場の後出しじゃんけんぶつけてどっちが勝つのか割と未知数なんだよな。正直これは面白いけど俺はこれが読みたかったっけとはなってる。しょ、なんで素直に面白いと言えないんだよ。メロンパンが現代知識取り込みまくってノリがだいぶいいのがアダになってるのは面白い。こんな状況だけど千歳暗躍し続けたメロンパンが敗北を予感してるギリギリの戦いなのが面白すぎる。味方側の無敵能力者がラスボスによってロジカルに攻略されるが覚醒を経て追い詰めることに成功した。もうこいつ特級術師でいいだろ。国家転覆やれなくもないもんな。今一番ダメージ食らってるのは死んだ下等本人では。でもあいつならメロンパンが振り回されてる光景をゲラゲラ笑って見てると思う。こいつずっとモテ遊ばれてんな。五条と一緒に空港で大爆笑してるよあいつなら。でももう今更でしょ。すれば呪術廻戦の作中女キャラで一番見た目良くない。ならそろそろ死ぬな。今回の動画いかがでしたでしょうか。原作最新話女体化ナースでトレンド入り、ナース絵が大量に SNS に投稿されたとか。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。